頑張ってからだと、当時マリノスにいた中村俊輔選手、もう何しても叶わないというか、距離詰めたらキックフォームでいいかもしれない、詰めないともうあの左足でどこへでも好きにパス見出されるっていう、ボランチとして完敗というか、誰が出ないなっていうのは、やっぱすごいなって思いました。